うつともオカリンです。本日も新ルール持ってまいりました。その名もチャージャー鬼ごっこバージョン2でございます。はい、約1年ぐらい前に普通のチャージャー鬼ごっこをやりました。まずはそのルールからご説明します。鬼側はチャージャー1人、逃げる側は若葉シューターが4人で、全プレイヤーサブスペシャルの使用は禁止としております。そしてイカ状態が禁止です。なのでイカ移動とか壁登り、そしてインク回復も全て禁止となっております。ほんで全員一足は最大3まで、これが1のルールでした。そしてバージョン2の要素、それは鬼側にセンサー鬼を追加することです。そしてセンサーは同じ人に連続して当ててはいけません。なので1回この人に当てたら、次は別の人を探しに行って当てる、ほんだら次もう1回この人を当てることができるっていう感じですね。これによりかなりでかいマップでもできると思うんで、早速やっていきましょう。それではどうぞ。はい、それでは1戦目、天美術大学でオカリン逃げる側で、今回は櫓ですね。はい、皆さん多分忘れてると思いますが、これ後編です。ちょっと期間空いてるかもしれないですね、あげるのに。まあ同じ企画を連続してあげてもしゃあないんでね、これぐらい間隔空いてた方がいいでしょう。はい、今回はうまく逃走させることができるのか。はい、結果、はい、そう、はい、前編もすごかったんで、おー、危な前編が気になる方はぜひ前編もご覧ください。彼は上手いのか、彼か彼女か知らんが。やべ、ちょっと待って、来た、ちょっと待って、そこ登れんのか、あれどっち、ちょっと待って、あれどっち、ちょっと待って、センサーかどっち分からへん分からへん。ちなみに前回とは違う方が鬼です。お、マイクやられた。え、何、お前センサーか。あ、どうしよう。でも一回当たったら次のこう行かなきゃダメなんで、ここで当たっといてよかったかもね。いる、あいつうまいと。なんかインクが紫やからさ、強く感じひん。悪役って大体紫やん。やべ、下に、ほっほっ、狙われ、ほっ、おお、びっくりした。めっちゃ手ブルブルブル震えんねんけど俺。バイブレーションレベル5ぐらい揺れんねんけど、大丈夫やな。よし、ちょっと塗り返しといて、やばい、来た、やられた。え、2枚抜き、え、ちょ、2枚抜きはまずいって。なんで2枚抜きされてんねんお前、団子になってもうたやんけ。大丈夫か。よし、隠れるぞ。残り1人になったら隠れる、それが鉄則。どこ、あ、いる、あ、挟まれた。どっから来る。じゃ、向こう逃げるか。うおー。でもこっちから逃げれるからな、ヤグラの場合は。よし、あ、危ない。急げ。おお、危ねえ。向こう行くか。あ、危ない、倒してもらうとこやった。降りる表、降りへん作戦行くか。降りる表、はい、降りへん。いけるぜ。残り3分。頑張れ、気合いだ。よし、右行った思ったんちゃう。オッケー、右行った思ったと思わせて俺こっちから逃げる。よーし、なんか残り1人になったら強いね俺ら。え、何、お前チャージャーかよ。気づかんかった、あかん、死んだか。俺の寿命もここまでか。あ、もう酸欠なる、俺酸欠なるわ。もう殺してくれ俺を、いっそのこと撃ち抜いてくれ。オッケー、よし、逃げる、いいぞ。まだ30秒しか経ってないの、嘘やん。もう1分半ぐらいいったと思ったけど、全然や。ほい、どう、大丈夫。よし、向こう行こう。あ、何、どこにいんの、後ろ、まさかの後ろか。えっ、ゆっくり狙うのやめろ。ゆっくり狙われたら、おお、マジか。さすがでございます、ピーナッツ。いやー、よかった、かなり暑かったね。もう俺の息もキレキレですが、この後まだ引き続き2戦やっていきたいと、はい、思います。いや、繊細部隊もね、なかなか、あ、これほらギアいいじゃないですか。けど繊細部隊ってさ、隠密行動で敵を偵察するって感じやん。このギアぴったりやわ。分かってる、この子さすがでございます。はい、今回オカリンは鬼側チームで、前回僕ね、チャージャー側やりましたんで、今回はセンサーでやっていきたいと思います。頑張ってきてください。ちなみに僕は4分スタートなんで、まあ、それまでここ追ってもしゃあないと思うんで、ちょっと見に行きたいと思います。さあ、この4分の間に試合が終わっちゃえば僕何もすることないんです。それだけは勘弁していただきたいところ。さあ、どうなるのか。そっちにいるか。
ちなみにこの場所は、あ、ここ柵ないんか。あ、柵ないけどここは登れないって感じですね。普段ならそこに柵がねあると思うんですけど、ないですね。あ、ここに人いますね。あ、ここ登れるの？ここ登れるみたいです。はい、マイさん頑張ってください。さあ、ゼロキルのままオカリンセンサースタートです。よーし、全員ポイントつけちゃうぞ。鬼をアシストしちゃうぞ。よいしょ。そこら辺にいるな。ほれ、あ、思ったより当たらへんぞこれ。移動速度速いからセンサー当てんの下手くさいなとか思っとったけど、意外と難しいわ。これぐらいの距離なら投げれる。よし、鬼そこや。オッケー、ここ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 俺の体でブロック、ヘイブロック。おー、ナイスーナイス、いいぞいいぞ。よし、残り3人、どこ行った。適当に投げてみるか。そこにいるんちゃうか。おらんか。よし、とりあえず前の後ろをつけていこう。俺人遅くないからかなり遅いな。どこだ。あ、そこにいるな。ほっ、あ、くそ、当たらへんかった。ほっ、オッケー、よし、センサーつけた、センサーつけた。前頑張ってくれ。俺は他のやつを探しに行かなきゃならんわけだ。あ、あの上にもいるな、あの上にもいるぞ。ほっ、よし、一人ついた、一人ついた。お、こっち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 、あかん、よし、前追いかけろ追いかけろ、行け、当てろ。俺、こっちから回るわ、こっちから回るわ。あ、違う、同じ人当たらあかんねや。せやった、せやった。じゃ、こいつとりあえずつけとくか。こいつとりあえずつけといて、つけさせてもうて。お、いけるか。お、前来た、前来た。いけ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 。いいよいいよいいよ。これいけるんじゃない。追い詰めろ、追い詰めろもう。追い詰めてしまえ。精神的にも追い詰めろ。あ、そ、あそこでもう駆け引きしやがる。潰せ、潰せ、いけ。よし、ナイスナイスナイス。よし、残り2人、落ち着いていくぞ。そこいるんちゃう。あ、いるいる。あれ、あ、そこにもいたか、そこにもいたか。よし、ここでブロック、ヘイブロック、ヘイヘイブロックブロック、ヘイ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 ブロック、ヘイブロック、ヘイブロック。はい、ちょっとステージの構造がきつかったでしょうか。はい、相手チームの勝利です。はい、本日ラスト、最後は相変わらずの広めのステージ、バッテラストリートですね。はい、今回はね、センサーがだから重要になるってわけですよ。うん、かなり広いんですが、降りちゃうともうこれは戻ってこれないですね、僕たちがいるこの陣地。ということは、この真ん中のここら辺だけってことになるわけだ。で、ちょうどいいんじゃないか、大きさ的に。まあ、とりあえず降りなきゃ話にならないんで、降りました。ちょっと待って、即死ぬの勘弁、ちょっと待って、即死ぬの勘弁、ちょっと助けて誰か。いや、これを挟んでおけばうまく逃げられるってわけだ。よし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 、とりあえずは危機回避、いいぞ。そっち登れる、ピーナッツたちのいる方。あ、そこは登れるね。なるほどなるほど。一気に囲まれたぞ、一気に囲まれた。ミソが後を追いかける。まさかの素通りか。お、こっち来た、こっち来た。あのヘルメットいいな、俺もつけてこればよかった。でも俺このたこ焼きの呪いにかかってもうてるんで厳しいですね。ちょ、 あと追いかけてみるか。僕あと追いかけてみます、後ろ。スニーキングします。ちょ、センサー、センサーつけるなし、センサーつけるなし。ピーナッツ任せた、ちょ、ピーナッツ任せるで、あとは任せた。よっ、よし、ピーナッツあとは任せたぞ。よし、俺はとんずらするぜ。あばよ、アバイフトってさ、俺友達とさ、この前さ、ルパン見てんやん。いや、友達とって言ったけど、ごめん、一人やったわ。金曜ロードショーでルパン見てんけど、俺の声がね、ちょ、ルパンに似てるって言われたんすよ。ちょ、今から真似するからみんな採点して。ふーじょこちゃーん、どうどう、似てる俺のルパン。俺、回答成功しそうかな。ちょっとルパン風でいく、じゃあ。おー、ここにはじゃあ、センサーがいるわけだ。とか言うてたらまだ志村けんとか言われんねやろな。あっ、カン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 、出てくる、出てきた、どうしよう、積んだ俺。向こう行くか、向こう行くか、一旦向こう行きます僕。よし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 、これ当たらへんやろ。当たんの、当たっちゃう、当たるこれ、当たらへんのちゃん。こもっててもしゃあないんで僕逃げます。はい、こもりは良くないよね。うん、よし、追いかけるぞ、追いかけちゃうぜ。ヘイ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 、あ、ミスった、ごめん。やばい、やばい、
あぶねえ。まさかのデコイが死ぬとは思わなかったな。どうだ、よし、とりあえず向こうに逃げるか。あばよ、あばよ、とっさーん、いよい、へい、車線から外れるぜ。俺はセンサー外れのプロ。うん、他はじゃあピーナッツになさりつきに行くか。固まって移動しようぜ、固まって。俺の盾としてやるぜ。いえんだよ。おい、盾が逃げてんじゃねえ、クソ、やられちまった。お前間違われてるから、間違われてるから、お前はよ来な。さあ、意外と隠れる場所がねないかなって思ったんですが、意外と逃げられますね。さあ、チャージャー一人やと、ああいう高台に登った時にちょっとしんどいんか。バージョン2で2人にしたらね、2人にしたできついんですよね、これがまた。さあ、残り1分です。確かバージョン1の時はチャージャー側が1回も勝てなかった気がするんですが、なんでなんでしょうか。単純に広いとこ選びすぎた。センサーも、お、みそくんやられました。みそくんやられました。残り1人です。違う違う、俺違うから。あ、ピーナツ来た、ピーナツ来た、ほら目の前来た。俺ですよ言うて、それ違うよって。お、うめえ、最後うめえ。まさかの最後、チャージャーの勝利でした。おめでとうございます。残り10秒の激闘でした。と言いますことで、本日はこの辺で終了といたします。次回もよろしければご視聴ください。それではまたね、バイバイ。